皆さんこんにちは。野球の国際大会ラグザスプレミア12で1次ラウンドを白星発進した日本代表侍ジャパンは15日第2戦を台湾の台北ドームで韓国と対戦しました。日本代表の先発は今季セリーグ最優秀防御率の中日ドラゴンズ所属高橋宏斗選手。スターティングメンバーは初戦のオーストラリア戦と同じオーダーとなりました。クリーンアップは3番に辰巳亮介選手、4番森下翔太選手、5番栗原良也選手で組み、7番指名打者に清宮幸太郎選手が入りました。韓国は2回高橋宏斗選手を攻めて3安打を集中して1点を先制しましたが、直後の2回4番森下翔太選手、5番栗原良也選手の安打などで西に3塁のチャンスを作ると、8番紅林幸太郎選手が2点敵地打を放ち勝ち越しに成功しました。しかし先発高橋宏斗選手が4回に同点ホームランを被弾、5回には隅田智一郎選手が勝ち越し打を許し苦しい展開となりつつありました。それでも侍ジャパンは5回に西満塁の好機を迎えると、ここで6番牧秀悟選手が勝ち越し2点タイムリーヒットを放ち再びリードを奪いました。7回には一死一塁の場面で4番森下翔太選手にツーランホームランが飛び出し2点を追加、主砲の一発でその差を3点に広げました。一方の投手陣は先発高橋宏斗選手が苦しみながらも4回2失点と粘投、その後は隅田智一郎選手や藤平翔馬選手、大勢選手が好リリーフを見せ相手打線を封じました。最終的に6対3で宿敵韓国に勝利、決勝ラウンド進出にまた一歩前進しました。1次ラウンドは出場12チームが6チームずつ2組に分かれて総当たり戦を行い、各組の上位2チームずつが21日から東京ドームで始まる2次ラウンドに進みます。韓国との因縁の対決にネット上では素晴らしい試合でした、森下選手の一発はもちろんのこと牧選手のタイムリー、リリーフ陣の藤平投手は圧巻のピッチングを見せてくれました。ホーム以外の球場で韓国相手に完勝できたので、この勢いのまま明日の台湾戦もしっかりと勝ってほしいところです。やはり韓国は日本戦になると執念が違います。三振を取られつつも先発高橋に球数を投げさせ2点を奪うなど中盤までは競った展開となりました。勝負を分けたのは日本打者のフォアボールをもぎ取る粘りと得点機を逃さない勝負強さ、そして強力な救援投手陣の存在です。明日はグループ最大の山場の台湾戦、侍ジャパンに期待です。森下選手が素晴らしい、チャンスメイクもホームランも打てる、まさに4番打者、若手らしい生き生きとした打席の雰囲気もとても良いですね、といった喜びの声が多く上がっています。すでに台湾との開幕戦を落としている韓国はこれで2敗目、重要な一戦に敗れ東京ドームでのスーパーラウンド進出へ厳しい状況となりました。韓国メディアは続々と17K 痛感した実力差と題した記事でゲーム内容を速報。前半は食い下がった韓国代表ですが、韓国メディアは徐々に力の差が明らかになった。この日韓国打線は3人の投手に合わせて17個の奪三振を献上した。高橋が8三振、隅田が6三振、藤平が3三振を挙げた。それでも探球を見せた高橋攻略は成功したが、以後韓国打者たちは日本の鉄壁マウンドにたびたび遮られてしまったと嘆いていました。また韓国代表は日本戦で30回目の敗戦を喫し、通算戦績は23勝30敗だ、特にプロ選手が参加する大会基準としては日本に9連敗中だと対戦成績を振り返り、2015年のプレミア12準決勝での勝利を最後に日本には勝っていないと指摘。15年大会で優勝、19年大会で準優勝の韓国ですが、大会史上初の予選ラウンド脱落も鼻先まで迫ってきていると危機感を感じています。一方の日本は16日第3戦でオープニングラウンド開催国の台湾と対戦する予定です。しかし日韓戦のある場面が話題になっています。牧秀悟選手の逆転2点打で勝ち越した直後、5回2死1、2塁マウンドには4番手右腕イオンハ選手、井端監督は DH の清宮幸太郎選手に対し同じ左打者の佐野啓太選手を送りました。この井端監督の采配が議論を呼び、代打佐野がトレンド入りする事態となりました。清宮幸太郎選手は13日の
オーストラリア戦で4打数1安打。一方、佐野啓太選手は大会初打席でした。この5回の後期で結果はセカンドゴロ。その後の7回に四二塁は空振り三振に倒れましたが、指揮官は佐野啓太選手の打席内容を評価しました。佐野を1打席も立たせてなかった。初球から触れているのを確認できたのは大きいなと思います。ただまだ1点差の段階で DH に代打を送る采配にファンの物議を呼びました。佐野啓太選手がセカンドゴロに終わったことも重なり、どんだけ信頼ないの清宮かわいそう、何で清宮選手から代打佐野選手なんかね。 OPS898 の清宮に対して佐野は705だし、得点圏打率も新宮3割9分4厘に対して佐野2割9分8厘と、清宮幸太郎選手を擁護する意見が多くありました。このようなデータよりも指揮官は今を見たようです。試合後、井端監督は清宮幸太郎選手について、ちょっと本来の打撃じゃないな、打席の中で暴れている、打席の中でボールを追っかけているというかと言及していました。また今大会活躍中で3番の辰巳亮介選手は3打数無安打だったオーストラリア戦に続き4打数無安打に終わりました。それでも5回西のフォアボールで逆転劇を演出、リーグ最多安打に輝いた27歳への井端監督の高い評価は変わりません。チームは勝っているので、彼も初めて、ヒットは出てないですけど、明日も変わらずに使おうと思います。こういうことは絶対にある。変えるのは簡単ですけど、彼本来の打撃ポテンシャルはあると思いますので、明日は打ってくれると思っていますと信頼を口にしていました。 WBC 世界一奪回メンバーでスタメンに入っているのは6番の牧秀悟選手のみ。チームの成長なくしてプレミア12連覇は望めないと言います。井端監督は飴と鞭を使い分けチームを動かしていくようです。井端監督の采配に関しては、個人的には清宮が良かったから残念ではあるが、佐野がタイムリー打ってればさすが井端監督となる場面ではあったから、良い悪いは一概には言えない。井端監督は日本シリーズの勢いをかなり重要視してるのかな。清宮選手は今かなり期待できる打者で間違いないと思うが、別に日本代表の監督が独断で大事だと思う場面でそれ以外の選手を選んだとしても何の問題もないも思う。今監督に必要なのはとにかく日本が試合に勝つための勝利への嗅覚であって、選手を育てるのが目的ではないわけだし、試合に勝てれば監督の務めとしては100点満点、負ければその時に改めてこの采配を評価すればいい。道民だけど清宮は良くない。前線の左投手との対戦の時の空振りとか何も可能性を感じられなかった、こいつやる気あんのかとさえ感じるほどのだらーっとした空振り、あんなんで日本代表とかおこがましい、他の選手を見習って意地を見せてほしいですといったさまざまな意見が上がっていました。いかがでしたか。今回はプレミア12で DH の清宮幸太郎選手に代打を出した井端監督に関する話題について見てきました。これからの侍ジャパンの活躍を応援しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。